はい、どうもタンタンです。今日こちらのですね、ブラントンの、入門用のマンドリンですね、 A タイプのマンドリンなんですけども、こちらの方をご紹介したいと思います。こんな感じで、まあ、いわゆる A タイプですね、こういう雰囲気の、マンドリンになってまして、フラットトップの、フラットバックの仕様で、本当にシンプルで、なんていうんでしょうね、もう最初にマンドリンの雰囲気をちょっと感じてみたいんだったら、もう非常にお手頃なモデル一本じゃないかなと思いますね。意外とでも音の方はね、しっかりなるんですよね。した鳴りの楽器じゃないかなと思いますね。これぐらいね、この価格で出てくれれば非常に十分すぎるぐらいじゃないかなと思います。で、まあ、ラベルにね、実は書いて BM、 これも 100B って言うんですけども、ラベルに書いてあるんですけど、一応これね、日本で作ってるみたいですね。メイドインジャパン、まあ、結構ちゃんとその辺はしっかりした作りかなと思いますね。一応今回ね、まずちょい傷B級特化みたいな扱いにはなってるんですけど、まあそんな大きな傷があるかなっていうわけじゃなくて、ちょっと塗装のね、仕上げの部分で少し、塗装にひびが入っていったりとか、まあそんな感じで取り立ててこう演奏する上でね、問題になるようなところっていうのはないかなという印象になっております。でこちらはね、オールブラックですね。トップも、バックサイド、ネック裏、ヘッド裏、ヘッドトップ全て、黒でなってまして、ブラントンのロゴがヘッドにこちら入ってる、こういう真っ黒なこんな感じのモデルになってますね。これがまあ黒で、あと実はもう一色ありまして、よいしょ、よいしょ、こちらですね、サンバースト、こちらの方も、今回ご用意ございます。こんな感じで、まあ、あの、ものはね、一緒で。こんな感じで、こちらも非常に良くなる楽器ですね。でサンバーストで、まあ、トップが、まあ、こういったサンバーストカラーになってまして、サイドバックなんかネック裏こんな感じの、まあ、ブラウンのカラーに、よいしょ、こんな感じの、ブラウンカラーの、仕上げになってまして、ヘッドもブラウンですね、こんな雰囲気で。でこちらのモデルに関しては、あのヘッドのロゴは、サンバーストの方のモデルはヘッドにはロゴは入ってなくて、ラベルですね、ラベルの方に、ちょっと見づらいかもしれないですけど、こんな感じで、ブラントン、BM100S っていう型番ですね、こちらの方がちゃんとついてまして、こちらももちろんメイドインジャパンと書いてあって、非常に良い作りになっております。ということでこんな感じですね。はい、まあ、本当に1本目のマンドリンとしては十分すぎるぐらい音も鳴るし、
使えるんじゃないかなと思いますね。よいしょ、こんな雰囲気です、はい、ということで、今日はこちら BM100 という、まあ、ブラントンのマンドリンのシリーズになってまして、よいしょ、こちらとこちらですね、黒と、黒と、サンバースト、こちらの、2色、今回ご用意させていただいておりますんで、両方で、まあ、多少ね、ものによっても値段が違ったりはするんですけども、かなりお安い値段で今回出させていただいておりますので、こちらこれからマンドリンをちょっとやってみたいなとか、マンドリンの音源がちょっと欲しいなという方にはうってつけの1本かなと思っております。ぜひぜひご検討いただければと思います。ということで、ブラントン BM100、ぜひご検討の方お願いいたします。それではタンタンでした。